日本神奈川県川崎市高津区坂戸坂戸は神奈川県川崎市高津区の町名。現行行政地名は坂戸1丁目から3丁目で1991年11月25日に住居表示が施行されている。郵便番号は213-0012。2010年の国勢調査時点での面積は53.9ヘクタールである。 高津区の東部に所在し、全域が多摩川の中積定地となっている。一帯は三つとなどの工場が立ち並ぶほか、かつての池貝鉄工の跡地は、神奈川サイエンスパークとして、企業、研究開発の拠点となっている。その他に、住宅も立ち並んでいる。坂戸の南東端を、第三京浜道路が通り、京浜川崎インターチェンジが、 隣接する末永にかけて所在している。坂戸は北端で旧平瀬川を境界として西、北三方と東端で中原九条小田中と南端で末永と西端で久本、溝の口と接している。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば坂戸2の7の18の地点で26万9千円平方メートルとなっている。 当地には、上理性の意向が残るが、文献での書出は1325年の、関東下事情で、稲毛新城坂戸号という形で登場する。1352年の、足利高氏三つ木下し文には、稲毛小坂戸号とあり、新編武蔵風土記号ではこれを元にかつて坂土と書いたとしているが、上述のように、それ以前に坂戸と書かれた例があるので、 これは単なる語記であろうと考えられている。江戸時代初期の統治は天領であったが、徳川家継の死に伴い、有償院伝を玉屋領として、増上寺領となった。村高は、昭法年間の、武蔵田園墓で292国8頭余り、元六郷町では331国1頭余り、1838年の、志村家文書では336国1頭余り、 幕末の急行給料取調べ帳では331国余りというように推移していた。ほとんどが水田であり、米と麦の二毛作が行われていた。用水としては、二毛両用水の分流である根片堀が当地を潤していた。新編武蔵フード機構では民家57件。明治維新以降は、行政上高津村高津町川崎市と推移していった。 明治から大正にかけては、商工業への従事者が出て、農業人口こそ減ったものの、当地は純粋な農村であったが、昭和10年代に、南部の湿地帯を食い打ちで固めた土地へ、池外鉄工所が進出したり、水戸豊製作所など、他の会社も当地に工場を構えた結果、当地は大きく変化を遂げていった。残った農地にも、 戦後には宅地下の波が押し寄せ、第三景品道路の開通後には、農村風景が一掃されてしまった。1980年代に、池外鉄鋼は、茨城県へと移転していったが、その後地には、民間事業者の能力の活用による、特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の適用第一号事例として、神奈川サイエンスパークが開設された。 神奈川サイエンスパークでは研究開発型企業の企業支援や神奈川科学技術アカデミーとも連携した産官学共同の科学技術研究が行われている。いくつかの説が考えられているが正確なところはわかっていない。坂戸が住居表示を施行する前の字は以下のようになっていた。なお、突起のない字はその一部が現町長に含まれている。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。南部線とわずかに接しているが、当地に駅はない。溝の口駅と KSP を結ぶシャトルバス当地に路線バスは通っていないが、神奈川サイエンスパークと溝の口駅を結ぶ無料シャトルバスが運行されており、 一部時間帯を除いて、誰でも乗車可能なほか、近隣のバス停から路線バスを利用することもできる。京浜川崎インターチェンジ入り口、三豊の本社、溝の口工場。ありがとうございます。